はいお。お疲れ様でございます。Q&A のコーナーです、えー。今回もインスタグラムのフォロワーさんからのご質問ですけども、まあ、あの、ちょっと言葉の表現がね、難しいんですけどもね、あの、例の感染症が、あもう始まって3年ぐらいになりますね。で、この感染症に対して、えー、予防薬というのがね、今、いろんなところで投与されていたと思いますけども、えー、一体ですね、その予防薬、 うーこの予防接種ですね。これが開発されてなかったら今頃どんな世界になってるでしょうかということで今ご覧いただいている図なんですけども、えー、これは感染症によってね、お亡くなりになった方の人口100万人あたりの死亡率ということで、えー、最新データ2021年の集計になってます。えー、濃いところが、あまああのね、お亡くなりになった方が多いよっていうところで、えー、ちょっと左の下の方に人数のグラフも添えております。 いかかでしょうかね、えー、それからですね重ねるに予防接種を受けてどうなったかなっていうことなんですけども予防接種をされているところで濃いところは何回もしているところになりますけどもこの分布がこのようになってますまあ日本が極めて濃いというね異常な状態になってますけどもその他の国っていうのはもうほとんどねあの早期にやめてしまってるんですよね。うん、でえー、と これをね、えー、分析していくと、何がわかるかというと、うんまあ見ればわかると思いますけども、死亡率の低いところ、色が薄いところと、予防接種の接種率が高いところ、色が濃いところが一致すれば、まあ予防接種は効いたっていう世界的なデータになるんですけども、ざっくりと見てアジアは、あの、死亡率が低くて、接種率も高いというね、接種率が高くて、 死亡率が低いといとう、ね、には見えますで、えっ、ー、と、他のところを見ていくと、あれでも、接種率が低い国。つまりね、お金があんまりない国って、これ、予防接種、ほとんどの方が受けられてないんですよ。これ一部の都市部のね、富裕層はなんか受けてますけどね。でも、お調べてみて、死亡率、別に高くないんですよ。で、ん、予防接種の接種率が高くて、で、お亡くなりになっている、 人の多い死亡率の高い国も割と多いですよね。うん。どうなんですか日本もそうですけども、予防接種かなり受けてる部類には入ります。もう世界でもトップクラスなんですけども、死亡率もなんかね、トップクラスというね、何なんでしょうかってことでございます。で、これがね、あの、現実のデータなんですよ。まあ、感情論のきにして、ただ、あの、試作を行ったところの結論なんですよね。で、印象としては、 地域で死亡率が大きく違っていて、接種率はそれほど関係がないようにこれでは見えてしまうんですよ。まあそれがだから、偽らざる結果だなとは思います。もちろんね、予防接種に関してどこで開発されたものなのか、ブランドですよね。あとそういうものに対して時期とかね、その他の、なんか衛生環境とか、うそういうのを、 考えるとちょっと単純には比較できないっていうふうになっちゃうんですけどもんまあけどねご覧の通りなんですよまあ結論としてもうこれしかないなと思うんですけどもまあもし開発されなかったらみんな怖がっていただろうけども多分結果的に大きな差はなかったということが出てくるかなっていうところですねまだから大いなるあのプラチボ効果が考えられるかなと思いますけども それにしては随分な予算とね、スタモンだがあったもんだなというところと、あと予防接種においてね、やっぱ自己死がかなり増えていて、えっ、ー、と日本でも2000人ぐらいの方がもう予防接種を受けたからの直接原因でお亡くなりになっているっていうところもあったりとかね。 うん、最近では幼児でもねあの接種することを勧められてお亡くなりになっている例が早速出てるんでちょっとまあ怖いなっていうところがあったりはするんですけども、うんまあ、厚生労働省もねその事実を認めて保証を出してるんですよね今ねそういうのがあると余計怖いですね <laughs> なんか認めなければ認めないでね陰謀論だっていうんですけども、まあ、保証を出し始めたら <laughs> あやばいなっていう、ね、ところはありますけども、うんうん、あとはねもう一人一人がどういうふうにこう捉えるかなんですよ うん、これはだから自己責任、自己選択ってことに、ね、えっ、ー、と、河野大臣が最初はね、私が全責任取るとか言ってスタートしたところ、いや、これ自己責任ですからって途中からね、なんかこう腰が引けてるようなところがありましたけども、うん、一体何が起きてるのかわかんないですね、うんあ。ちなみに厚生労働省の職員さんはまだ接種率が10%以下ということなんで、これは一体どうなってるんでしょうかってことにもなりますけども、本当、人それぞれどう感じるかを受け止めるしかないんじゃないかなと思います。うん でね、まあ、ここからはまた余談なんですけども、もし予防接種が劇的に効いたとしたら、高値でもう高くてね、その予防薬剤が買えなかった国から相当クレームが出てるはずなんですけども、これもないんですよ。うん、これはね、単純に予防薬が効かなかったことの証明にはならないんですけども、ワクチンの ワクチンって言ってしまったんで、YouTube 的に大丈夫かな <laughs>。予防薬の有無により、地域差の方がずっと大きいってことかなと。あの、予防薬の有無よりも、やったやらないかよりも、地域差の方が随分大きいということなんじゃないかなってことですよね。だからもしかしたら、あれですよね、場所による影響とかが、実は一番なのかなと。主要因は地域差で、副要因が、 予防接種というふうな順番かなと。だから地域差が大きいのかなっていうところですよね。なんかね。そういうふうに見えちゃうんですけども。これは私のね、見え方なんですけども。うん。まあですんで、まあぶっちゃけ、あれですよね。予防薬なくても、結果的にはあんまり影響なかったのかなというところじゃないですか。うん、まあでもわかんないですよね。うん、この解釈については。現実はでも図の通りですよ。うん、これ以上になんか、 出てくるもものはないいと思いますけどもこの図を見てどのようにこじつけていくかじゃないですか自分の思った通りの結論を導き出すような論法も使えますし、うん、単純にこの図の通りに解釈することもできますしね、うん、まああれじゃないですかねあの排気ガスが CO 2を出してそれがオゾンホールを破壊する環境破壊するみたいなのもそういうふうに主張する人がいてそれに流れる人がいてみたいなね。 でも現実は CO2 がどんだけ人類がね一生懸命出したところで大気には全く影響がないという事実は事実であるというねだから感情ってのはねいかに人々のこの行動を変えていくかってことだと思います現実とはだいぶ離れていてもねはい人間は感情の生き物ということでございました